今回のスピチューブはこちらです。田舎の駅、今回は千葉駅にお邪魔させていただきました。こちらの駅、開業が90年という駅なんですよね。その多くは時代とともに消えていった。本当になかなかないこの昔ながらの駅、今回スピチューブでは特集していきます。時間がここだけは止まっている、そんな感じではないでしょうか。それでは最後までよろしくお願いします。というわけでね、今日も始まります駅シリーズということで、田舎の駅に行ってみようということなんですけど、今来てるところはね、この津山と鳥取県の境目になるんですよね。境目か、まだもう何駅かあるんですけど、ほぼ境目に近いような場所に来てるんですけど、電車がね1時間に1本ない、あるかないかっていうことなんですよね。だからちょっとそういう駅を今日はね見ていこうかなと思います。はい、それでは早速始まります。はい、今日の舞台がこちらになります。こちらの駅です。千葉駅です。まあ、当然ね無人駅なんですけども、ちょっと中に入っていこうかなと思います。ポストが、こういう方のねポストは初めて見ました。じゃあちょっと入っていこうかなと思います。あ、こちらねスタンプラリーやられてるということです。まあ、これからのシーズンで、ね、楽しいかもしれないですね。春は津山っていうことですね。はい、まあ、なんか駅でも押せるということです。はい、駅の中はこんな感じなんですけど、まあ、この登山ができたりするんでしょうね。こういう感じでこっから歩いていくと。あ、でもあれですね、まあ、こっからじゃなくて、電車に乗って次の駅かな、次の駅、やっぱり今ここなんで、ガタンゴトガタンゴト行って、この駅で登山あったり、まあ、神社登れたりっていう、はい、開業90周年、三坂かも、はい、まあ、この辺ね、結構有名どころがあるということ。書いてますけど、電車の数、料金がこんな感じになっています。岡山までは1520円で、1時間に電車がね、もうほぼこんな感じです。でこちらがね、あの駐輪場なんですけどね。で早速ホームの中に入っていこうかなと思います。そうですね、最近でもこういう駅がね岡山県にあって、他にもね、それが耐震橋かな、そういう関係で解体になるっていう話をね、いつだったか2週間前ぐらいにもありましたね。まあ現在完全に封鎖して、あとは解体という感じなんですけどもね、まあ、こういう形で残ってるっていうのは本当に貴重な場所かなと思いますね。
YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。登録鉄道文化財指定書、はい、というわけでこちら千葉駅なんですけども、1931年昭和6年に、開業されたということなんですけども、2020年3月13日までは午前中はこの地図方面の停車列車が1本も設定されてなかったということなんですけども、それ以降は朝の快速が1本止まるということなんですけど、こちらのね、乗車というか人数ですかね、1日4人、4人しか乗り降りしないということになっております。はい、そうしていたら、電車がね来てくるということですね。これもう1日にこの片側だけでもね6本しか電車走らないんでね、結構レアかなと思います。というわけで今回どうでしたか。なかなかねこういう場所に行くことはないんですけども、こういう形でね、動画でお伝えできたらいいかなと思います。まだまだこの田舎のね駅のシリーズ続けようかなと思います。はい、というわけで皆さん次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。